ビーム・ラオ・ラームジー・アンベイド・カルは、インドの政治家、思想家、インド憲法の草案作成者、反カースト運動の指導者。カースト制度の最下層の過程に生まれ、同国で長く続く、身分差別の因襲を打破するための活動に尽力した、他、死の2ヶ月前に、約50万人の人々と共に仏教に、集団回収し、仏教復興運動を始めたことで知られている。 ナーグプルの集団改修の場所は、ディークシャーブ海ミと呼ばれ、多くの巡礼者が訪れており、バーバーサーヒブ・アンベイドカルの継承でも呼ばれる。1952年6月15日に、コロンビア大学より、1953年1月12日に、オスマニア大学より名誉法学博士を授与されている。アンベイドカルの父は、マッハーラーシュトラ州のラトナーギリー地区出身で、 ある程度の正規の教育をマラーティー語と英語の両方によって身につけていた。父は息子に勉強を教え知識の獲得へと向けて励ました。1908年にアンベイドカルは大学入学資格試験に合格。これは彼の所属していたコミュニティでは不可職民としては初めてのことだった。4年後、ボンベイ大学のエルフィンストーンカレッジを 政治学と経済学の学士号を取得して卒業。バドーダラー藩王国から留学終了後の10年間半王国のために働く条件で奨学金を受けた。バドーダラー藩王サヤージーラオガーワイクアード3世は不可植民性の問題に深い関心を持つ解明君主として知られていた。1913年から1916年の間、ニューヨークのコロンビア大学で学ぶ。 コロンビア大学での3年で経済学、社会学、歴史学、哲学、人類学、政治学を研究。1915年に経済学の修士号を取得。1916年に論文、英領インドにおける地方財政の進展によって博士号を取得。アメリカでの弁学を終えると、1916年6月に、 ニューヨークからロンドンへと移り、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスとグレー放送委員への入学を許可された。1年後に奨学金の期間が終了した。バドーダラー半王国に仕えたものの、差別にたまりかねて辞職し、ボンベイに戻った。その後、コール・ハープル・ハ王・シュリー、シャーフルの地偶を得て、1920年にボンベイのシドナム・カレッジで教え、マラーティー語の各週間の新聞、 無力な役を発刊ロンドンに戻って、弁学を続けられるようになった。次の3年間の過程では、学位請求論文、ルピーの問題で、ロンドン大学から科学博士を取得。並行して、弁護士資格のための勉強を行い、英国の上級法廷弁護士資格を取得した。イングランドでの生活を完全に終える前に、アンベード・カールはドイツで3ヶ月を過ごし、 本大学で経済学をさらに深く学んだ。インドに戻ると、ボンベイに落ち着き、活発な活動を開始。1923年7月には上級法廷弁護士として開業し、大学で教え、様々な公的組織に対して、不可職民について証言し、新聞を発行、ボンベイ州立法参事会のメンバーに任命され、指導的な役割を担うようになった。 またロンドンで開かれた3次にわたるインドの様々な共同体の代表と英国の3つの政党がインドの将来の憲法の草案を検討するための永遠遠託会議に出席した。インド帰国直後の時期、非抑圧者救済会の組織を手助けし、その理事長に就任。この組織の目的は、不可植民と低いカーストの人々への教育の普及と雇用の促進、 その経済的状況の改善、そして彼らの不満に声を与えることだった。1927年から1932年の間、支持者と共にヒンドゥー寺院への立ち入り、公共の貯水池や移動の利用についての不可職民の権利の確認を求めた非暴力運動を推進。この二つの運動は特別な重要性を持っていた。運動はナーシクのカーラーラーム寺院からと、 マハード氏のチャウダール貯水チからの不可植民の排除に反対するものだった。二つの運動にはどちらも数万人の不可植民のサティアーグラヒーが参加した。上位カーストのカーストヒンドゥーたちは暴力的な反応を示した。チャウダール貯水チの運動は数年にわたる訴訟を経て仮想カーストの活動家たちの法的な勝利のうちに終了した。なお、 ヒンドゥー教の古来の聖典、マヌホーテンが不可植民への過酷な扱いへの大きな根拠になっていると考えていたアンベイドカルは、チャウダール貯水池の運動の際にその場でマヌホーテンを焼却するという巨に出ている。1935年からボンベイのロースクールに席を置き、その傍らインド独立労働党を結成。百三十七年に英国統治下の国民議会議員として、 正解入り。カースト制度に反対する立場から、カースト解消に不徹底なマハトマガンディーに対して、さらには全インドムスリム連盟に代表されるイスラム教の風習に対しても批判的立場を取った。政治家としては、総督府の防衛諮問委員や労働省を歴任している。 法奨として執務中のアンベードカル1947年8月15日にインドが独立を果たすと法奨になるとともに憲法起草委員の一人としてインド憲法の制定に関わる。彼の草案には信教の自由や法権犠性の禁止などが明記されるとともに非差別カーストに対するアファーマティブアクションも規定されていた。しかしジャムカシミール州への特別な地位を与える。 条項に対しては反対を表明し、結局彼の草案の多くを採用することによって1949年11月26日に憲法は採択された。また、経済政策においては農業面での投資を重視し、被差別カーストにまで負担することになる、所得税中心ではなく、固定資産税と物品税中心の税制にすべきと主張。 インドルピーの貨幣制度整備のみならず労使関係の近代化、さらには否認や家族計画など女性の地位向上にも努めた。しかし政治的には振るわず1952年に国政の議席を失うと大統領任命の終身上院議員として政治に関わることになった。ナーグプールにあるディークシャーブーミノストゥーパ1950年アンベイドカルは 世界仏教と連盟の創立総会に赴くために、正論を訪問。これをきっかけとして、以前から興味を持っていた仏教への関心を深める。アンベードカルは、学生時代から宗教を否定する、共産主義には否定的であり、自分が落選した原因も、支持層の重なっていたインド共産党にあると見ていた。そして、マルクスと仏打を比較する発言を多くするようになり、 1953年は次のように述べた。遅かれ早かれ今の世代か次の世代には仏だかマルクスのどちらかを選ばなくてはならなくなるだろう。アジアは西洋よりもすでに重要性を増しつつあるが仏教の精神が広まらなければアジアにおいても西洋と同じ争いが繰り返されるだろう。インド日本仏教文化協会主催のイベントでの 発言ビルマに二度訪問し、1954年にインド仏教徒教会を創設した。だがこの頃から以前から患っていた糖尿病が悪化し、1956年12月に死去する2ヶ月前の10月14日に、ミホ、誤解を授けられることで正式に仏教徒となる。これに続いて50万人もの不可職民も仏教へ回収し、 新仏教運動へのきっかけとなった。アンベイドカル博士ゾーインジャパンアンベイドカル博士ゾーインジャパンドクター BR アンベイドカル S スタチューズアンベールドアット小屋さんユニバーシティインジャパンオン10セプテンバー2 0 1 5ザセイム a m ディスフォ h i s photo w アンベデカイトピープルあれシーンウィズアンベイドカル S スタチュインザフォトアンベイドカル博士像は 日本の和歌山県にある高野山大学の校内で、ビームラーをアンベイドカルの業績を記念して建てられた、銅像。ありがとうございます。